はい。今回はですね、えー、小室圭さん、ニューヨーク州のですね、弁護士会からも忖度されているという事件がですね、起きてしまいましたので、えー、この件についてですね、えー、お話ししていきたいと思います。皇、えー、室パワー、恐るべしですね。はい、えー。今回の記事ですね、こちらですね。えー、小室圭さん、ニューヨーク州弁護士会論文コンペ、優勝。 受賞式、真子様との結婚日同日で、出来レース疑う声っていうのでですね、えー、こちら、日刊現代の記事をもとにですね、えー、お話ししていきたいと思います。はい。日取りが近いにもかかわらず、未だ反対の声が止まない、秋篠宮家長女、真子様と小室圭さんの結婚。そんな小室さんのウェブサイトの接続におけるコンプライアンスの問題と企業家への影響という論文が、ニューヨーク州弁護士会のコンペで優勝し、 日本円で20万円以上が贈呈されるという、受賞式は26日に開かれる、弁護士会の会議でリモートで行われるっていうのでですね。皇室パワーでですね、ここでも忖度されてしまうと。えー、ちなみにですね、前回のコンペでも小室圭さんですね、準優勝しているみたいなんですよね。さすがにですね、これは忖度だと思ってしまいますよね。えー、小室圭さんにですね、それほどのスキルがあるのか、まあ、小室文章を見ればですね、もう明らかですよね。 自分の意見をですね、6万字以上、もう28ページも書かないとですね、相手に伝えられないような人ですよ。しかもですね、この6万字以上、28ページも書いてですね、相手が納得できればいいんですけども、この小室文書、納得した人いますかいないですよね。読みやすいと思った人いますいないですよね <laughs>。 もう論文とはですね、まあ書き方が違うかもしれませんけども、まあそれでもですね、文章を書く能力、相手に伝える能力、やっぱり小室圭さんにはそんな能力ないと思うんですよね。まあ、こんな文章を書いちゃうような人がですね、優勝できてしまう。もうですね、これ、忖度と思ってしまいますよね。 まあもしくはですね、相手が相当弱すぎたかですよね。まあ参加者が2人ぐらいしかいなかったとか、小室圭さんしかいなかったとか、まあ普通に考えておかしいですからね、そういうことなんですかね。はい。それから、こちらですね、日本人の意見になりますけども、入籍する人同じなんてできすぎているにも程があるっていう声ですとか、それからアメリカでも忖度ってあるんだなっていう声が出ていまして、まあ当然の意見ですよね。はい。 受賞日が二人の結婚日当日に重なっていることで、ネット上では小室さんの受賞を揶揄するこうした声が後を絶たない。小室さんの今回の受賞は忖度やコネによるものなのか。小室さんが留学していたフォーダム大学が入学時点で特筆すべきものがなかった小室さんに全額免除の奨学金給付を発表した際、日本のプリンセスマコのフィアンセである小室圭が 我が校のロースクールに入学とアナウンスしました。日本の内心脳の,のフィアンセであることを大学側がわざわざ公表しているということは、小室さんが入学時に優遇された可能性は高いでしょう。こうした前例から今回の受賞も同様の措置がされたのではという声が上がったのだと思われますっていうのでですね。まあ、どこまでですね、これ皇室パワーを使い倒せばですね、もう気が済むんでしょうかね。 まあここまでですね、特別待遇されると、まあ、小室圭さん自身もですね、勘違いしてしまうんじゃないですかね。まあ、勘違いしているからこそですね、小室文章みたいなものを出して、まあ、自分たちは悪くないっていうことでね、もう自分が悪くないことの一点張りしかできなかったりですとか、まあ、婚約者の両親にですね、求められている説明もですね、一切無視。まあちょっと勘違いしているからこそですね、こんな態度を取ってしまうんじゃないですかね。はい。 で、ちなみにですね、今回、小室圭さんがですね、書いた論文ですね、どんな内容だと思いますかこれがですね、また面白くってですね、まあ、どんな内容かと言いますと、まあ、初めてウェブサイトを開設しようとしている企業が、まあ、考慮すべきことみたいなことについて書かれてるんですね。 一応ですね、弁護士を目指している身なので、まあ、法律の観点でのリスクを避ける方法みたいなことが書かれているわけですよね、えー。例えばですけども、エチオピア産のコーヒー豆を使っているコーヒーなのに、えー、コロンビアンコーヒーって名前をつけて、まあ、コロンビアンコーヒーっていうと 書かれると、まあ、コロンビア産のコーヒーだと間違って認識してしまう人もいるので、まあ、そういうことをさせないようにするとかですね、コロンビアコーヒーだからコロンビア産だと思ったら金返せみたいな、まあ、アメリカだと訴訟問題になりま、なりかねませんからね、まあ訴、訴訟がよく起こる国なので、そういうところで問題にならないように、そういうところを注意しましょうですとか、あとはですね、 スターバックスという、まあ、コーヒーがすでに存在する中でですね、まあ、スターバックス、まあ、綴りが違ったとしても、同じような名前のですね、えー、店舗、えー、お店を作るべきではないですよとか、商品を作るべきではないですよとか、まあ、法律の、法律家の観点でですね、書かれているんですけども、これですね、同じこと、小室圭さんやってませんかこれ <laughs>。小室さんのですね、あの、就職先のホームページでですね、小室圭さんのスキル、受賞者賞とか、嘘書いてましたよね。 例えばですね、オバマ元大統領とか、1年に1人、それもしくはまあ2人とか、えー、そのぐらいしか受賞できない賞をですね、あたかも自分が受賞したかのように書かれてましたけども、えー、実際はですね、フォーダム大学で同じような名前の賞があって、えー、その賞だったみたいですけども、あたかもですね、もうこれ、えー、先に述べたですね、もう1人、2人しか取れないような貴重なこの賞をですね、取ったかのようにですね、プロフィールページにですね、書かれてたんですよね。 もう自分がですね、これ論文で書いたこと、法律の観点でやるべきではないですよって言ってることをですね、そのままですね、小室圭さんやっちゃってるんですよね、これ。<laughs> お前言うですよね、お前言う。いやー、懲りない人ですよね。まあそういうことを知ってるからこそ自分がもう率先してやっちゃってるっていうことなんですかね。まあ卑怯な技をいろいろ知ってるからこそ、こう手を出してしまうんですかね。はい。 でもう一つですね、お話ししたいことがありまして、えー、小室圭さんとですね、小室眞子さまの結婚についてですね、えー、フランスでもですね、否定的に見られていますというお話がですね、出てきましたので、こちらについてもですね、お話ししていきたいと思います。これですね、以前、イギリスと中国に関してはですね、えー、批判されてますよというようなお話しましたけども、えー、結婚間近になりましてですね、えー、フランスからも否定的な意見が出始めています。 で、今回、えっ、ー、と、二つ目の記事こちらですね、えー。フランスメディア、日本で家族に借金のある男性と皇族の結婚は考えられないっていうのでですね、えー、トースポの記事をもとにですね、えー、お話ししていきたいと思います。まあ、これはですね、まあ、フランスだけじゃなくて日本でもそうですよ。ありえないと思いますけどね。はい。まあ、借金以外にもいろんな問題ありますからね。一番は、まあ、借金の問題というよりか、まあ、人間性の問題ですよね。はい。 真子様と小室圭さんの結婚が26日に迫る中、海外メディアも大注目。フランスでは小室さん母の金銭問題が真子様の覚悟とともに報じられている。まあ、洗脳のようにも見えますけどね。これ覚悟って言うんですかねはい。フランスの海外公室情報メディア、ヒストリーズ・ロイヤルズは、真子様と小室さんの結婚について、商法。結婚が延期になったことについて、 新郎の母親は元パートナーとの間で金銭トラブルを抱えていたため結婚の計画が頓挫したその額は数万ユーロに上る日本のような保守的な国では将来天皇になるかもしれない人の娘が家族に借金がある男性と結婚することは考えられないと記述小室さん母が元婚約者との間で金銭問題を抱えたことで結婚が日本国内で受け入れられてこなかったことを伝えたっていうのでですね まあ、その金銭問題がですね、まあ、パートナーとの間だけではないからこそですね、さらに問題なんですよね、これ。遺族年金の不正受給だってそうじゃないですか。まあ、お金を借りた、借りてないの話だけじゃなくって、もう詐欺、もう様々なところで親子揃って嘘をついてる。まあ、いろんなことが疑われているからこそですね、まあ、大きな問題になってるわけですよね。まあ、親の問題だけじゃなくってですね、まあ、小室圭さん自身の問題もですね、かなり出てきてますからね。はい。 一方で、真子さまが複雑性 PTSD を患ったり、一時金を放棄したことなど、その後についても伝え、王女は愛を貫くつもりだ。日本の皇位継承者の長女が8年以上も愛してきた男性と結婚する日まで、あとわずか。この結婚で真子さまはタイトルも皇室での地位も失う、と真子さまの覚悟を伝えた。26日に向け、海外の注目度も高まっているようだ。というのでですね。 まあ8年と言われていますけども、この8年かなり薄っぺらい8年ですよね。まあ、このうちのですね、3年はもう一度も対面で会ってないわけですからね。まあとてもじゃないですけど、普通のカップルの8年と一緒にしちゃダメですよね。しかも3年も会ってないのにですね、日本に帰ってきて結婚するまで1回しか会ってないんですよ、これ。<laughs> ありえなくないですかもう恋愛、至上主義、愛の国、フランスでもですね、これは理解できないんじゃないでしょうか。 はい。皆さんはですね、今回のこの小室さんですね、ニューヨーク州で弁護士会からですね、賞を受賞したというようなお話ですね、アメリカ、ニューヨークからも忖度されていると、こういうようなお話ですとか、このフランスからもですね、結婚否定的に見られてますよというようなお話ですとか、いろんな意見あるかと思いますので、皆さんぜひですね、皆さんのご意見についてもですね、コメント欄でコメントいただけると嬉しいです。 それからですね、今後もですね、こういった面白いニュースあればですね、ぜひですね、どんどん取り上げてお話ししていきたいと思いますので、ぜひですね、チャンネル登録の方もお願いします。あとはですね、ツイッター、インスタグラムもやってます。こちらはですね、概要欄にアカウント載せてますので、ぜひですね、フォローいただけると嬉しいです。はい、今回の動画はここまでになります。それではまた、次の動画で。